あなたとなら楽に喋れるね。彼女がそうつぶやいた。ベストフレンドってやつかな。そして今度は立ち止まり、じっと僕の目を見てそう言った。僕らはベイエリアを二人で肩を並べて歩いていた。僕は嬉しいやら恥ずかしいやらで返事もできずにいる。真っ赤になってうつむき、顔を上げると赤レンガ倉庫が白い雪とともに輝いている。そして笑顔の彼女が僕の手を握ってくれた。